私が28歳の時、元夫に托卵を疑われ、結果的に離婚に至りました。元夫はバツイチで、前の奥様とは、元夫理由の不妊により離婚しています。不妊とはいえ、自然妊娠の可能性は、ゼロではないとのことでしたが、不妊治療を始めるまでもなく、私が妊娠。相性が良かったのだろうと、私が喜ぶ傍ら、元夫は、悶々と思い悩んでいたのだろうと思います。疑心暗鬼に陥った彼は、あろうことか、証拠もないのに、私の不倫を疑い、子供が生まれたら、親子鑑定をすると言い放ちました。当然、身に覚えがない私は、反発しましたが、その反応を見て、ますます、元夫は疑惑を募らせ、意固地な態度を取るように、妊婦の私を置いて、義実家に入り浸ったり、冷たい態度を取ったり、私が思い描いていた妊娠生活からは、激しく乖離した生活となりました。たまらず、義母に相談を持ちかけて、元夫を説得するようお願いしましたが、疑われて不快なのはわかるが、あの子、元夫の気持ちも、汲んでやってくれ。と助けにはなりませんでした。実家はすでにないので頼れず、私は一人で、妊娠期間を耐えるしかありません。そんな中、この子さえいなければ、という、このぐらい感情がよぎる瞬間があり、我に返って否定しても、元夫という現実を目の当たりにすると、ますます、その考えは肥大していきました。この時点で、元夫との離婚は、避けられない選択だったのだと思います。ストレスからか出血もありましたが、なんとか無事に出産。我が子を抱きましたが、もう、何の考えもなかったです。やっと終わった。と思いました。落ち着いてから、元夫が求めるままに、親子鑑定に応じ。当然ですが、間違いなく彼の子でした。土下座で謝罪されましたが、元夫への情は、一かけらも残っていなかったので、離婚を要求しました。子供はどうするんだ。一人で育てる気か。と怒鳴られたので。逆に、なぜ私が育てるものと、頭から決めつけるのかと尋ねました。最初、理解を拒んでいたようですが、私が子供を置いて、出て行くつもりだということがようやくわかると、母親として失格だ。とうめき声を上げていました。それに対して、私が母親としてスタートを切る出花をくじいたのは、あなただ。と言い返し、そのまま家を出ました。元夫は散々ごねましたが、元義実家の面々に諭されて、しぶしぶ離婚に了承。義母からは謝られましたが、今更感がすごかったです。それからは、養育費を支払いながら、細々と付き合いを続けています。夫だった男はどうでもいいのですが、子供のことは、この世に送り出した以上、母親として責任を果たそうと思っています。私の自己満足に過ぎませんが、映画などで、托卵という言葉が有名になった影響で、奥様方の中にも、私と同じように夫にあらぬ疑いをかけられ、不快な思いをされた方もいらっしゃるかと思います。そこで、世の中の男性たちに申し上げます。不安なのはわかりますが、手順というものを守ってください。不倫の証拠もないのに、いきなり、托卵という、最悪の形で疑わないでください。本来、我が子の誕生というものは、結婚生活において、最高に幸せな瞬間であるはずなのだから。